はい、どうも、ナギです。実はですね、俺の友達の秋元くんが、スプラトゥーンをやめようとしてたんですよ。で、それをちょっと聞いた俺はね、こんなに一緒にスプラトゥーンやってきてやめちゃうとすごい悲しいじゃん。悲しいけどなんか彼は別のゲームやりたいらしくて、だったら、スプラトゥーン笑って、送り返してやろうと。今までありがとうってことをね、伝えたくてですね、こういう状況になりました。秋元、また会おう。秋元やめないで。秋元大好きです。秋元スプラやろう。秋元お疲れ様。秋元金返せ。ちょ最後はね、別にお金借りてるわけじゃないよ。借りてるわけじゃない、なんかネタとして金返せって入れたんですけど、まあ、プライベートマッチで感謝を伝えようかなと。はい。今日は友達に感謝伝えます。どんな反応するかもうちょっと楽しみなんですけど、これで今日は秋元とね、まったりスプラトゥーンをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと電話かけていきますね。はい、もしもーし。もしもーし。もしもーし。プライベートマッチ入れる？はい。多いな。おい。聞こえるか？聞こえるよ。え？まさかの無反応？いやいや、笑ったけど。今笑ってたろ？無反応？いや、そんなことない。一人でおかしいのいない？え？秋元金返せおかしいだろ。やっぱおかしいかったか。借りたことね、借りたことね。でもちゃんと読んだんだ。今日はね、秋元くんがですね、引退してしまうということで、スプラトゥーンをね、もうやめちゃうでしょ？そうですね、やめます。はい。それはみんな悲しいですよ。まあ、元からもう、え？もうやめてるようなもんだけど。元からやめてたら俺が引っ張り出したから。でも、やっぱみんなやめるのは悲しいと。こんだけ動画で活躍してる秋元が、いるから、いて、とかみんな楽しみにして見てくれてる中で、やめちゃうっていうのはやっぱ悲しかったらしくて、こういう感じになりました。はい。はい。まさかの無反応でしたけども。うわ、最後の秋元のスプラトゥーンや。これが最後や。もう秋元と一緒にやることはないんや。悲しくなってきたなぁ。あ、ヒレオいるじゃん。ヒレオ1。ヒレオ発見。ヒレオ発見。ヒレオの名前見た？ヒレオの名前見てない。倒してみ。感動するから。感動するから倒してみ。こっちこっちこっち、秋元。あ、ヒレオが来てくれたよ。おい。またお前かよ。秋元金返せって名前だから。お前かい。もうみんな来たよ、ほら、遊びに。仲良くしたいんだよ、秋元と。ほら、みんな来てくれたじゃん。あれね。なんだっけ。何？思い出せない。思い出せない。何？平和？平和マッチとか。平和マッチ、そうだよ。みんな感謝伝えたくて来てんだよ、秋元の周りに。何してんの、今。え？それ何してんの？逃げてる。これ何してんの？ちょっと、これ最後なの。ああ、ほら、仲良くしてくれた。ほら、仲良くしてる。ああ。何ボコされた。ボコしてないよ。愛だよ、愛。あれは無視だな。寂しそうだな君は。寂しそうだな。縄張りの武器じゃないな。こいつは倒した。ああ金返せだけで倒したわ今。嫌なの？ありがとうとかじゃないか。嫌なの？いや別に。腹立つ。
腹立つ。味方に撃たれてるけど、大丈夫。ちょっと、秋元また会おうって言うよ。し、うわぁ、またお前。どこでもいい。好きなとこ行ってよ。最後なんだから。好きなとこ行ってよ。どこも、わかんない場所が。思い出のステージないの？最後だよ、秋元の。最後だよ。ない。ない。思い出ないの？よくタイマーやらされた白奥倉庫とかダメなの？思い出じゃないの、ここ。いや、別に思い出ではない。嫌な思い出しかないもんな、ここ。ボコされた思い出しかない。よし。じゃあ、思い出のあるステージ。戦っていきましょう。池本の思い出の深い、タイマンをめちゃくちゃしたステージ、箱ウグ倉庫。気持ちのほどは整理がつきました？多分今、悲しんでんじゃない？なんか最近涙もろいらしいし、前に一緒に空の合わせを知る人を見に行った時、隣で泣いてたもんな。映画見て泣いてたよね、この間。まあ、秋元くん。結構前やね。珍しいよ、秋元のナイスさん。え、そうだよ。え、やばいやばい。え秋元倒しちゃった。最後の子を、最後の子を倒しちゃった。いいのか、これで。秋元の最後、秋元の最後、これでいいのか。こういう武器。うちの味方グイグイいっちゃったよ。なんかすごいよ、もう、うちのチーム。すごいよ。相手チームもだけど、すごいことになってる。強っ。強い、確かに。ちょっと思い出のあるステージ、勝てないの。最後のスプラトゥーンだよ、池本。池本さん。なんだ、この武器、トーピードってこんな爆発すんだ。うん、トーピードは、なかなか範囲が広い。前からも。でも、秋元はリールガン使ってない？ねえ。かっこいいからね、この武器。珍しいね。死んだ。最後のスプラトゥーンで今まで一回も使ったことない武器使ってない？なんか。初めて見たけど、秋元がそれ使ってる。ちょっと使ったことあるよ。ほんと？うん。この武器さ、黒いのないの？あー、秋元暗い。あー、いざーやるね。3発当たった。ね、気持ちよかった？いいね、気持ちいいね。あれ、いいよね。まあ、あれいいけど。今さらその喜びしても遅いぞ。お前、今日やめるんだぞ。秋元とスプラトゥーンの最後だ。くっそー、悔しいなー。最後だ、秋元。頑張ろう、仲間だよ。秋元お前なんてなんちょっと笑ってんだよ。なんちょっと笑ってる人が泣いてんのに。なんか、絶対あいつ、あれじゃね？ん？なんか相手じゃね？あいつって何？今俺と喋ってるじゃん。あいつって何？うわぁ！秋元と最後だ、勝たせてあげたいんだ。秋元と最後だから。勝たすんだ俺が秋元を。秋元くんは、やだ！お、後ろにいる。秋元くんやられちゃった。秋元くん、うちの秋元くんがやられてる。秋元さん。秋元さん。悲しんでんの俺は。悲しんでんの、怒ってるよ今。起伏激しいよ。悲しんで怒って、悲しんで怒って。情緒不安定だよ。うん、だよね。危ない。行くぞ、秋元。この裏いる。やばいやばい。回して回して。あ、遅かった、ごめんね。違う、なんだっけ。こうだ。秋元なんで止まってんの？ナイス、秋元。秋元。止まってる、止まってる。どこ押してもいいかなって、ちょっと。うん、これ割っちゃおうか。意味なかった、割っても。秋元一回逃げた方がいいぞ。秋元くんがやられた。秋元くんがやられた。スペラロって、秋元。今日でやめるの嫌だって。相手も言ってるよ。はい、秋元、はい、あ、逃げられない秋元秋元さん、俺も持つね。
竹本作った道行くわ。竹本頑張れ。おー、倒した。ナイスナイス。あ、死んで、死んで、死んで。ちょっと、助けてください。頑張れ、頑張れ。ナイス。やばいよ。竹本最後のスプラトゥーン、勝てないよ。このままじゃ。やば。あやばいやばい、やばい、やばい、やばいよ。ロボブリ死んだ。ほこ止めた、ほこ止めた、ほこ止めた、俺ほこ止めた。最後だぞ。落ちは気にするなって。ナイス。あ、そこ止めたんじゃない？いや、俺止めてない。お前じゃないんかい。